ちは、ボーです。本日は福岡の魚市場に行ってきました。ここは安くてうまい店がいっぱいあるので、今まで行ったことない場所に行ってみようと探しに行きました。本日はその中でも人がどんどん入っていて満席になっていたお清さんへ行ってきました。ここはメニューが入り口の看板にしかないので、注文するものを決めてから店に入るスタイルです。私、席に座ってからもかなり悩んでしまったので遅くなってしまいました。注文したのはアジフライ定食。結局いろいろ迷うんですけど、いつも魚のフライに落ち着いてしまうんですよね。お値段は800円ととってもリーズナブルです。しかも魚市場の定食屋さんなので新鮮なこと間違いなしです。さて、では食べていきましょう。定食はごぼうのきんぴらと豆腐とたくあんとサラダが副菜でついてきて、かなりのボリュームでした。私、毎日上司に夕食出すときはメインの料理にプラス4つぐらい副菜つけてるんですけど、よく考えたらちょっと多いかもしれないなと反省してます。昼ご飯と夜ご飯ってどっちを多めに食べるのが普通なんですかね。まあ上司は昼ご飯食べないので、今の量で適量なのか。こういう店に来るととっても勉強になります。さて、お味は、味が明らかに美味しい。西陣の店で食べると多分冷食だろうなという感じがするんですけど、ここは絶対市場で取り立てをさばいてます。めっちゃうまい。私的には大満足でした。しかも味噌汁が最高。魚の出汁が入ってて複雑な旨味が出てました。これで800円はいく価値あります。本当は海鮮丼と天ぷらセットとか食べてみたかったんですけど、今度上司と行った時に取っておくことにします。では本日はこれまで。ご視聴ありがとうございました。めっちゃ新鮮で美味しかったですよ。では。Thank you.